リンゴルフを視聴の皆さん、こんにちは。山地優子です。優子がゆうこりんと呼ばれて、そこから小さくなってこりんちゃんと呼ばれてます。皆さんよろしくお願いします。でこれからこりんちゃんには、はい、岡崎カントリークラブインコースを9ホールラウンドしてもらいます。金土日にインスタグラムで活躍されてるゴルフ女子の皆さんにちょっとご出演いただいて、ゲームを用意してます。はい、20個以上クリアしていただきますと、はい、Amazon ギフトカードをプレゼントさせていただきます。早速スタートホールに行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ上がりあと3ホール、はい、ってことで、はい、ちょっとクラブ紹介を先にやってもらって、はい、その後質問どこかのタイミングで、はい、やりたいと思います。じゃあお願いします。クラブは今はこのアイアンもドライバーもウッドも全部ゼクシオで、私はセッティングはそのまあドライバーで、ウッドは5番と7番のウッドを入れてて、でユーティリティは5番と6番のユーティリティを入れてて、これ何？7番ユーティリティ、あ、持ってたんや。はい、これいつ使うん？あんまり使ったことない。あ、だから消えてたの。ちょっと存在から消えてました。で普通にアイアンは、789、あとアプローチ、サンドとピッチングを入れてます。はい、パターがあれですよね。パターは私はそう、かわいいスコッティキャメロンのなんかちょっとカラフルな感じの、これはでもいただき物で、なんか別にパターフィッティングをしたとかではなくて、あのいつやったかのお誕生日にいただいたんですけど、なんか限定、なんかこう、でもなんかレアっぽい、なんかすごいこの何この重りのところ、そうそうそう、なんかこっち側の、そうこっちの打つところもこういうちょっとカラフルになってて、そう表向きもなんかカラフルな感じで、かわいい。そう、ただ覚えてなくて。何が？なんかの大会のやつだったか。あ、そういう記念系のやつなんだ。そう、記念系のなんちゃらオープンのなんか記念の。記念のなんとか。はい、ありがとうございます。いやでもなんかそれはさ、すごいなんかさ、あれだよね、愛着湧くっていうか。そう、ちょっと ね、あの可愛いから、見た目可愛いから、もうなんならこうやって丸が2つになって、私ミッキーに見えてきたみたいな。そう、ディズニー好きなんで、あのこのカバーもちゃんとこのダッフィーとシェリー名にしてるので、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いやマジで7番ユーティリティっていつ使うのよ。結構でかいから気づくと思うんだけど。ここロングですか？はい、ロングですね。とりあえずまっすぐ。うまっ。とりあえずまっすぐ行きました。ナイスです。フェアウェイです。おい、よし、けけい。あ、これでも狙いやすいんじゃない？右側、左ドッグだから右から行った方がいい気がします。ここ長いでね、まだ180ぐらいあると思います。でもちょっとなんかこう視界が狭くなってくるとウッドが心配で、ユーティリティにします。あ、本当にこの前足上がりがどうやって打とう。
お、うん、あー、ただ足らんへんあれ当たり悪かったかな、若干ダフリ、あ、ダフリダフリ、でもなんかうまく持っていけたみたいな感じダフってたあ、ここちょっと砲台グリーンなんですね、うん、うわー、登れ、あー、登らん、さすがにこんだけあるとパターはきついなアプローチで、もうちょい、よし、2パット8点8点距離がね、距離が長いとダメだね。インスタで集めたみんな聞きたい質問を回答しちゃおうコーナーです。来てました、はい、1人目の方、コリンちゃんのスイングが見たい、おお、動画を見てくださいリンゴルフを見てくださいありがとうございますでもね、はい、やっぱそうですよ、この企画はもうそういう方がいるかなと思って、そうです、普段私結構静止画が多いので動画あんまり載せたことがないので、ぜひこの機会にリンゴルフをお願いしますはい、次の方、いつもとても可愛いゴルフウェアを着てるよね、どこで買ってるの、うん、多いのがアルチビオさんか、うん、キソンズグリーンさん、うんうん、それから今日着てるガードマス、ガードマスさんと、あとまあサマンサも買うかな、サマンサとぐらいが多くてぐるぐるしてるんですけど、でも海外行ったら、あのタイとか行ったらタイでもウェア買います。へー、なんか向こうってなんかちょっと珍しい柄のウェアがあったりとかするので、うんうんうん、必ずゴルフショップ行って見てます。なるほど、人と被らないから買ってます。あ、でもちょっと次の方も好きなゴルフウェアのブランドを教えてって書いてあるので、なんか今言ったやつと、あと最近気になってるのは韓国系のブランドさんで、うん、JANE ジェジェンか、ジェジェン、ジェジェン、ジェジェンさんはなんか気になってます、うん、なんかこうスタイルがよく見えるみたいなのと、ちょっと可愛い系に寄ってるかな、色とかがちょっと可愛くて気になってて、うんうん、試着だけなんかポップアップに来てる時にしたことがあって、まだ買ったことがないので、ちょっとそこが気になってます。一緒にゴルフに行きたいですって書いてくれてる人がいます。うん、なんか最近インスタのゴルフ女子はなんかそう企画でコンペやりますみたいなのやってたりとかするんで、うん、ちょっと気にはなってるんですけど、うん、みんな来てくれないかもしれんと思って、うん、でもさ、ピアノができるから、はい、そのピアノパーティーでピアノ付きのコンペとかなんかおしゃれでいいような気がする。あ、なるほどね、あ、それいいかもしれない、うん、ゴルフ場のレストランにピアノがあるところでやらさせてもらうみたいな、ありますよね、そうそうそう、ゴルフ場ってね、あ、それいいかもしれないですね。あと最後の方、スイカとユウコさんはどちらが甘いですか。スイカじゃないですか甘さで言ったら突っ込んでくるんで割と辛口ではないですね、辛口ではない、ノリツッコミのもの、ツッコミがあるんでということで、じゃあスイカということででも僕回答しちゃったけどいつも見てくださってるフォロワーさんとかもうやっぱ聞きたいこととか、はい、やっぱちょっと僕とはまた少し変わった角度とかもあるんで、確かに、はい、ご回答いただきました、皆さんありがとうございます、ありがとうございます。回答してたらコースを見てくるのすら忘れましたけどとりあえずまっすぐでああやば、残ったかな、いや、ちょっとねキュッてこうへこんでるところで
あ、でも残ってるか、フェンスあるから大丈夫だと思います。うん、いいキックやったら残ってるかな。マジ？ありました、ありましたけど、なんかちょっと高くなってるタイプのバンカーですけど。わー、力でいけるかな。うまっ。いけたけど、いけすぎてる。あああの太い木の何根元ちょっと綺麗に打ちすぎちゃった。すげーいい当たりだったよね。いい感じにダフって真ん中で止まるかなっていう計算やってんけど。めちゃめちゃいい当たりだったもんな。まさかの、めちゃめちゃ松ぼっくりと同時に打つシステムです。やば。じゃあ松ぼっくりは取っちゃうでしょ。そんなうまいこと。え、ここめちゃめちゃ松ぼっくりあるよ。あ、うわわ、違うグリーンにオンや。ピアノの話に戻っちゃうんですけど、はい、絶対音感ですか。私は絶対音感です。あ、なんか今の打った音とかも、はい、ドとかレとかになるの。その私はどっちかというと電子音とかは全部ドレミに聞こえてて、うん、だから iPhone の着信音とか、うん、だから例えばシラシラシとか。何の音だそれ。え、そういうなんか高い音のやつありません？シラシラシみたいな。今鳴らしてみる。それもドシソドソシドファって聞こえてるから、そうシドドシソドシドファって聞こえてるんですけど。すごっ。逆になんか皆さんがなんて聞こえてるか分からへんくて、そしたらなんか友達に、いやピロピロピンって聞こえてんねんって言われて、もう。方向違う。 OK、うん、あ、ちょっと弱いた。弱いと思う。いけたと思った。はい、はい、9ホール目最後です。よし、とりあえずはできるだけ近づけたい。どうだ。カートコロコロじゃないか。丸つけれるやつ。ここに来て。ここに来て。まさかの。とりあえずフェアウェイに戻します。あー、微妙に、あー、止まった。あれ、まだまだ長い。まだまだ長い。ちょ、7番ユーティリティ使いましょうよ。あー、せっかく入ってることを気づいたので。うん、今日初めて存在に気づいた7番ユーティリティをちょっとやってみようと思います。なんか遠くから見てもピカピカ感がね、ピカピカじゃない？やばいよね、すごいよね、めっちゃピカピカ感が、うん、すごい顔映りそうだもん、うん、ピカピカ感が。おー、こういう感じ。悪くないと思うけどね。うん、でもなんか楽に飛んでった感じがしますけどね。え、なんかアイアンより刺さりすぎなくて、なんかちょっと軽い力でいける気がしました。ああ、うわ、池を避けたい。池を避けて端っこでも乗ればいいので。ただまあまあ斜面ですね。うん、
うまい。あ、また違うグリーンへ。いやでも難しいからナイスでしたよ。ありがとうございます。もう右に行きそうじゃないですか。そう、右に行ったら池がやばいみたいな。ちょっと行っちゃう。止まれ。あ、止まった。止まった。あ、止まった。下り。あれ、思ったより転がらんの。あ、ちょっとやりすぎたかも。やばい。ちょっと、よし、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、コリンちゃんお疲れ様でした。ありがとうございました。今日のスコアは56でした。56ポイントで、ゲームは、14個クリアしたので、かける4ポイントの56ポイント。いや、なんかこういうなんか撮影で回らせてもらうのとか、こういうゲームをやりながらって初めてだったんですけど、いや、すごい楽しくて、いや、毎回こうラウンドするときちょっとゲームしようかなっていう気になりました。本当ですか。はい、だからコンペとかやられるときにこれチームゲームに変えられるんですよ。はい、あー、なるほど。もともとそれでやってて、そうするとこう初めましての方でもこれでこうコミュニケーションが取れたりするんで、はい、うん、確かに。まあ、もしよかったらあの、はい、このピアノを交えたコンペとか、うんうんうん、考えてもらったときにやってもらえると嬉しいです。はい、ぜひまたちょっとやってみたいと思います。はい、じゃあそんな感じで、はい、本日はコリちゃんでした。はい、ありがとうございました。